はい、どうも、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回ですね、新サバイバーのザリーナカシロを使って、みんな近えな。なんだこれ。いや、これ面白すぎるでしょ、さすがに。ザリーナカシロを使って遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。新大豆の酒場、新マップ。こんなに密着して湧くことある？なんなら。すごい形の岩だね。あのさ、これ、昔デモンズソウルっていうゲームがあったんだけど、それに出てくるさ、あの、なんか、高位のターバンみたいな、なんか、ボスキャラクターがいて、それのはなんか頭に湧いてるやつにそっくり。わかる人にはわかるんだけどな、これ。まあ、とりあえず、ここを回していこう。発電機回んの早いと思ったら、君有能じゃん。いい子がいるじゃないか。で、初手ね、あ、ちょっと待ってください。もう二人用なんですよ。こっち側に逃げてこられるのは非常に困る。ね、クロちゃん。まあ、なんかあったら人々のために助けてあげよう。待て。チャンクロが追われてる板倒す。で、上が光ってんのは、あれは？あ、いや、でもね、これの人とは一緒に回したくない。上一緒に回したらいいんじゃない？二人で。ここを回そう。ここ強いかんね、ちなみに。新マップの、なんかある。これ、あれじゃない？忘却になる例のあれじゃない？ぶっ壊すわ。デボーホープかもしらんし。俺動画でさ、デススリンガーに霊障の血が一撃持ち相性がいいってたから、これまさか霊障の血なわけないっしょ。え？多分霊のあれ。なんか忘れた。なんか、あれ、忘却になる呪いのトーテムじゃないかな。それ以外ちょっとわかん。これが撃たれた今。違うよな。ちょっとドキッとしたんだけど。え、クロちゃんチェイスクソうまくね？天才か？クロちゃんが釣られたら、救助に行って、人々のためにを勝ち込んでいこう。まあ、このアップとね、正直デススリンガーって相性良くないと思うんだよ。結構こう、遮蔽になってる部分とかが多く感じるからさ、微妙じゃねっていう印象がある。ただね、他のキラーだと、なんかちょっとマップが狭く感じる分、狭く感じるって言ったら狭いのかもしれないけど、分やりやすいかなと。おお、ごめん。普通に避けちった。これ違う人が追われるんじゃない？ザリーナ追わない？チャンクロ、チャンクロでも先に自分の体直すか。人々のために勝ち込みたいんだけど、勝ち込める相手がいない。あれ、よく会いますね今日。ナンシーに勝ち込んでいくか。ナンシーウィーラーさんどこにいんの？こっちが逃げたよね。あ、いや、これ救助して勝ち込もう。やべ、迷ってる。めっちゃ迷ってる。あ、上で回してるわ。オッケー、救助任せろ。危ない。でもそれ上行くよな、当然。多分回りきると思うんだよな、でも。時間的に。でも助けて。あれをやろう。例のあれをやろう。いや、でもね、後ろにクロちゃんがいるから、やっぱりこれ、人々のために使わない。二人でやるときはあんまり意味ない。そこで、違うんですよ。ここで、人々のためにチャンス。俺は助けに行く。私はザリーナカシル。味方を見捨てない。いい女。クロちゃんめっちゃ助けに行きたがるな。危ない。こっち来てくれなさそうじゃね。あ、クロちゃんなんか見つかってるくさいな。行けます。あ、助けに行ってる。ナイス。これで体を直してしまいたいところですね。で、そこの発電機回そう。後ろにあるやつやばいな。救助かぶってんな。これはちょっと血族持ってきてない時の弊害なんだよな。そしてこの発電機を回そう。はい、なるべく人々のために使いたいからな。いや、ごめん、これちょっと行ってくるわ。ナンシー姉妹で回してて。
救助行きたがりさんになってる。いつも行きたくないんだけどね。ちょっとこのパークを生かしたいところがある。はい、出た、最強最強草むら、ザリーナカシル。マジこれやばい、見えねえし、これなんなん、これやばすぎるやろ。離れないな。心音ちっちゃいからさ、結構すぐ戻ってくる感じしない。ほい、びっくりしてそう。ただやっぱ人々のためにつけるんなら鋼の石子ちゃん欲しくなるんだけど。おっと、あそこの発電機が回ってるからってことか。なら新しい発電機回しに行こうか。こんな危険なところをわざわざ回す必要はない。位置変わってくれたらありがたいんだけどな。あ、やばい、よくないね、よくないね、使っちったもん。あ、いや、離れてくれた、追ってくれないなら嬉しい。私衰弱中なんですよ、デッハ吐いて。かつ、あ、クロちゃんでもね、まだ元気、これがいい、マジで。一度釣られた人が追われた時でも、なんて言うんだろう、安定して大丈夫みたいな。次の人が追われても大丈夫なのにすぐ回復できる人々のためにはマジで強い。まあ、普通だったら多分衰弱してる人を追うのが多分キラーそっちの方がいいと思うんだけど。ナンシーさん、2人いるのをこっち来てくれたらここの発電機は漏れなく回っちゃうよ。おとり使ってないなっていうか、初手でいつもさ、おとりだ、おとりかますのがなんかね、割と鉄板みたいな感じになってるんだけど、おとり入れてきた時は。ここで衰弱が終わって疲労も回復する。ここで2人に体直してもらおうかな。で、最後クロちゃん助けに行くときに人々のためにを勝ち込んでいけば大丈夫、任せてくれ。あれ、今倒れたときってノーワン発動、ノーワンなかったよな、今ノーワンじゃないよな、きっと。あ、クロちゃん2回目、俺追われてるようで追われてないんだよ。あんま離れないと思うんだよな、今しかなくない？今しかないわ。あ、いい。あれよ、あれよ。ここで、クロちゃんが撃たれる。俺は見つかりたくない。まだデッドハードがあるからな、俺には。クロちゃん殴られても大丈夫だ。で、奥の方、扉が多分あっち側にあったから、これでうまいこと逃げる。鋼の、ここは通れないんだ、このサボテンは。このサボテン1ダメージ食らうようにしろ、俺がキラーの時だけ。ああ、ストライクあるんじゃねえか。いや、俺は今衰弱中だからできないんだけど、どうだクロちゃん。ああ、ストライク形態してそうだけど違う人が追われてんな。俺行きたいけど行けない体なんだけど。あ、ちょっと待って、それまずい、それまずくない？位置が良くねえな。もう片方のゲート開けようとしたのかな。ここら辺にアイテムボックスがあったんだけど、ちょっとこれいけねえわ。ここで俺がダウンしたらさらに終わる。どっちかいけるか。待て、救出戦になってんだけど。ナイス、離れろ離れろ。はい、お、いいぞ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 、このまますぐこのまますぐ、そう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 、こっちこっちこっちバレてない。あっちをね、ね、エイムで狙って、エイムも狙うって意味なんだけど、あれでうまいこと逃げれるぞ、これ。よし、いや絶対見つかりたくない。オーケー、よかった、なんとかいけたな。いや、初手結構楽勝ムード漂ってたのに、最後の最後でダブルダウンで危なかったけど、なんとか出れたね。人々のためにやっぱでも使いやすいな。
あれ当てられそう、あの人。ああ、よけた。ナイス。あ、当たらんでしょ。これ当たったらもうやめるわ、このゲーム。やめるわ。やめ。これ当たったら、今までありがとうございました。2100時間ぐらいこのゲームやったんですけど、もうやめます、今日で。